四方京子は日本のバイオリニスト。1957年、兵庫県芦屋市生まれ、4歳からバイオリンを始めた。1976年、東京芸術大学に入学、岩崎吉蔵に支持する。1978年、第47回日本音楽コンクールで入選。1980年、第1回霧島国際音楽祭に、 東京ブラームスクワルテットとして参加。第15回民音室内学コンクールで、第2位及び斉藤秀夫賞を受賞。1981年、フライブルク音楽大学に留学、ボルフガング・マーシュナーに支持する。1982年、第2回、ルートビヒ・シュポア国際バイオリンコンクールで、第1位を受賞したが、1984年のエリザベート王妃国際音楽コンクールでは、 第12位だった。1987年、ケルン放送公共楽団のオーディションに合格。1990年、同楽団の第一コンサートミストレスに就任。2003年、22年ぶりに帰国し、京都市立芸術大学の助教授に就任。2012年現在は教授。2005年より、兵庫芸術文化センター、管弦楽団コンサートマスター。 2009年9月より、東京都公共楽団ソロコンサートマスター。アフィニス文化財団、アフィニス夏の音楽祭音楽監督。フォーバルスカラシップストラディバリウスコンクール審査委員。2009年11月兵庫県文化賞受賞。ありがとうございます。